文部科学省は1日、今後の国際宇宙探査に関する報告書案を公表した。米国が2020年代に計画している月上空の宇宙基地建設構想への参加を目指す方針を示した。報告書案は、1日午前に開かれた政府の宇宙政策委員会で了承された。政府は報告書案の内容を盛り込んだ宇宙基本計画の工程表改訂版を今月中旬に正式決定する。米国の宇宙基地構想に技術面で貢献することで、日本人宇宙飛行士による初の月面有人探査を実現したい考えだ。報告書案は、藤崎一郎、前駐米大使ら専門家で作る有識者会議が取りまとめた。月の有人探査を目指す理由については、月の資源から将来の火星有人探査などに必要なロケット燃料を調達できる可能性などに言及した。国際宇宙探査に参加することによって、科学技術の発展や産業競争力の向上、安全保障面などの利点があると指摘している。